世界三大映画祭の一つとして、世界中の映画ファンから毎年絶大な注目を集めている第77回カンヌ国際映画祭が、フランス現地時間5月14日から25日、開催される。今回の目玉の一つは、アウト・オブ・コンペティション部門で選出された、ジョージ・ミラー監督の、マックス・マックスシリーズ通算5作目となる新作、マッド・マックス・フュリオサ、5月31日公開の、ワールド・プレミア上映だ。同映画祭において、ジョージ・ミラー監督は、2015年、マッド・マックス怒りのデス・ロード、22年に、アラビアン・ナイト3000年の願いが、今回と同じく、アウト・オブ・コンペティション部門への出品を果たしており、さらに1988年と99年には、コンペティション部門で審査員を務めているほか、16年は、コンペティション部門の審査委員長を務めている。